皆さんこんにちは、ペソでございます。コメデン続きやっていきたいと思います。とりあえず、あ、違う、借りるよ。で、ゲンさんに勝負。一体何事かと検定さんがいるんですね。兵士、義兵か、いや違うとね。あれこそは職軍の旗、官軍の旗印だ。もはや職軍の軍、職官の軍勢かと。あなたさんはもしや官のとね、今は義の三陽公劉強じゃ。かつては官の天使であったがなと。おお、やはりすぐ上昇に報告せよとね。上昇吉報にございます。城内にて官の劉協定を発見しいたしたとのことですとね。おお、帝はご無事だったかとね。帝を保護したことを全軍に伝えよ。これで我が軍の士気も上がると。何、官邸を、いや三陽公を職軍に奪われただぞと。一体守備兵は何をしておったのだろう。死を慌てることはあるまい。すでに我々には利用価値のないやつだとね。どうせ落葉を捨てる時には置いていくつもりだったのかとね。はっはぁ。さあこれで、違う、こっちだね。孔明さんを進めたいんでね。紹介さんか。
ど。素晴らしい。
声量ですね。どっちへ行った方が面白いかな。こうだね。守り来るぞとね。直属名とね、ここからは先は一歩も通さんぞと。これでガクリンさんが出てくるんで、ガクリンさんどこ？チョコさん。あ、これガクリンさんか。狙われてもいいからこっちだね。
ケンさんの方がそうですね、勝てないから。なかなかね、ガブリンチョするタイミングがないね。よいしょ。あー、これ間に合わないな。一応連れてきてますけどね。あそうですね、当てても、ここまでなんで。抜けたいなそうですね、リカイアホトさんで、まずちょっと回復させましょう。で、孔明さんで大豪華を、こっちへ。せんでしょああ、そっちが入ってくれたおかげで助かったね。ああ、そう狙ってくるか、なるほど。ですね、まだまだなんとか30ターンまでで収めたいね。はい、では、今回はここで、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ちょっとね、ここでいきましょう。はい、それではさよなら。